今回は5種類のクロスを使って調査しました。電子拡大鏡で細かいところまで見てみました。コピーは拡大しても差が分かりにくかったです。触り心地が違いました。映像で伝わりづらくてごめんね。吹き上げの滑らかさに差があります。本編にて詳しく説明しますので見てね。セーム側の滑らかさには勝てないね。興味ある方はコメント欄ご覧ください。好評発売中。